暗記で乗り込んできた弾力は認めよう。こんにちは。今日も新三国無双エイトをやっていきます。今回は義軍第8章馬長馬隊の撃破で遊んでいきます。短期で突入した王位の敗走に注意して戦っていきます。まずは目の前の敵を殲滅します。短期で突入した王位さん、今私がやっているような戦いっぷりが期待できますね。殲滅したら見に行きます。あらかた片付いたので席の上から戦いっぷりを見ましょう。敵の足場を崩し戦意を損。少し敵がいたので片付けてからっと。いざダモン機が相手とだろう。落ちちゃった。鍵縄で戻ります。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。大井さん、全然派手さがないですね。もっとエターナルフォースブリザードしてほしいです。気を取り直して見ていきます。ジャンプして応援しましょう。ボーイ頑張れ。馬長に負けるな。全く油断も隙もあったもんじゃない。戦況が変わらないので大井さんの手助けをしましょう。さあかかってきなさい。いい動き。ずっと見ていたくない。見るだけじゃなくてやりましょう。やるな馬長。狙うはあの地だ。行くぞ。ちょっと仕返し。進軍開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。というわけでさようなら。
残りは馬長、体力を減らして最後は大井さんに打ち取ってもらいましょう。周りの敵を倒して大井 VS 馬長を演出。あなたこそ真の三国無双ね。サンキュー。今こそ敵の要所を叩く。馬長の体力はもう虫の息、あとは大井さん任せましたよ。敵地を制圧する。大井さん、なんか攻撃して。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。来た来た来た、大井さんの攻撃来た。いい動き。うわ、ずっと見ていたくない。制圧する。敵が多いけど馬長がいるから倒せない。敵の足場を崩し、戦意を損。今こそ敵の要所を叩く。また見てね。